2023年4月13日、朝鮮民主主義人民共和国戦略武力の絶え間ない発展ぶりを見せる強力な実態が生まれました。共和国戦略武力の将来的な中核主力手段に、重大な戦争抑止力の使命を果たすことになる新型の大陸間弾道ミサイル火星砲18型のテスト発射が断行されました。朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩同志が新型大陸間弾道ミサイルの初のテスト発射を現地で指導しました。テスト発射は大出力固形燃料多段式エンジンの性能と段階分離技術、それぞれの機能性操縦システムの信頼性を確認し、新たな戦略兵器システムの合理的フォーヤー性を評価することに目的がありました。今回のテスト発射は、周辺国家の安全と領内飛行中多段階分離の安全性を考慮に入れて、第一段階は標準弾道飛行の方式で、第二、第三段階は降格方式で設定し、時間遅延分離指導の方式でミサイルの最大速度を制限し、兵器システムの各系統別の技術的特性を確証する方法で行われました。金正恩総書記がテスト発射場で発射前の準備工程を直接見守り、新たな兵器システムを把握しました。総書記が新型戦略兵器のテスト発射を承認するや、チャンチャンハ大将がテスト発射の任務を受け持ったミサイル総局第二赤旗中隊に発射の命令を下しました。新型大陸間弾道ミサイルのテスト発射は、周辺国家の安全に何の悪影響を及ぼさず、分離された第一段階は、ハムギョン南道クムヤ郡ホド半島沖の10キロの海上に、第二段階は、ハムギョン北道オラン郡東側335キロの海上にスムーズに落ちました。テスト発射を通して、新型戦略兵器システムのすべての精髄が設計上の要求に正確に到達し、新型大陸間弾道ミサイルが、より軍事的高揚性の大きい強力な戦略的攻撃手段になるという保証と信頼を持つことになりました。国家核武力建設の将来計画によって、共和国戦略武力が装備し運用することになる新型大陸間弾道ミサイル火星砲18型兵器システムは、朝鮮民主主義人民共和国を防御し侵略を抑止し国家の安全を守ることで、最も強力な中核主力手段として、重大な使命と任務を全うすることになります。金正恩総書記はテスト発射を指導しながら、驚異的な成果に大きな満足の意を表し、日増しに高度化する我々の国防技術力の尽きない潜在力と現実性を今一度確証し、武力強化の目標達成の揺るぎない決断と実践能力を力強く誇り示したことに喜びを披露しました。そして、日を追って悪化する朝鮮半島の安全環境と将来の軍事的脅威に対応して、さらに発展し先進的で強力な兵器システムの開発を持続的に急速に推し進めるのは、我が党と共和国政府の一貫した立場だとし、新型の大陸間弾道ミサイル火星砲18型の開発は、我々の戦略的抑止力の構成を大いに再編させ、核反撃体制の効用性を急進展させ、構成的な軍事戦略の実用性を変革させることになると、その意味について誇り高く述べました。総書記は、核には核で、正面対決には正面対決で答えるとの、我が党と共和国政府の対敵対応闘争方針を、自衛力の強化発展の実践的成果で実行するのは、国防科学部門が堅持すべき絶対的な使命で本分だとし、共和国の核戦略武力の強化をさらに力強く推し進めることにおける、重大な戦略的課題を示しました。金正恩総書記は、我が党と共和国政府は、
根深い侵略的政策と驚異的な軍事的振動で、朝鮮半島の環境を危機一髪へ追いやり、朝鮮人民の平和な生活と社会主義建設を妨害している敵に、さらなるはっきりした安保危機を体感させ、無分別な思考と能動を断念するまで、終始一貫、致命的で攻勢的な対応を加えて、極度の不安と恐怖に苦しめられるようにし、必ず克服できない脅威に直面することにして、誤った選択を後悔し、絶望に陥るようにするだろうと格言しました。朝鮮労働党総書記で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩同志が、朝鮮民主主義人民共和国戦略部落の画期的な強化に抜きんでた貢献をした国防科学研究部門のメンバーらを高く評価しました。金正恩総書記は、朝鮮民主主義人民共和国を防御し侵略を抑止することに必須的でもっと進化し、強力な手段を質量ともに引き続き強めることについての労働党の戦略的路線にのっとり、この度またもや新たな戦略兵器を開発することに大いに寄与して、共和国戦略武力の発展ぶりを証明し、永遠の圧勝を確信させ、我々の国防科学技術力の絶対的な強制を今一度誇り示した、当該の国防科学研究部門の主なメンバー十数人に、朝鮮民主主義人民共和国労働英雄称号を授けることを提案しました。また、ミサイル総局の関係研究所副所長のハン・グムボク大佐に、少将の階級を授ける命令を下達しました。朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩同志に10日、モンゴル国のオフナギン・フレルスフ大統領から祝電が送られました。祝電は、朝鮮民主主義人民共和国の偉大な指導者である金日成主席の生誕111周年に際して、尊敬する金正恩総書記と朝鮮人民に心からの祝賀を送る。金日成主席は現代の両国関係の強固な根元をもたらした。今年は両国間の外交関係樹立75周年と、尊敬する金日成主席のモンゴル訪問35周年になる歴史的な年だ。金正恩総書記の導きのもとに、朝鮮人民が朝鮮労働党第8回大会が示した国家経済発展5カ年計画によって、平壌のモダンな住宅の建設、リョンポハウス農業など大規模なプロジェクトの建設とインフラ建設で勤労の成果を収め、主席の生誕日を意義深く迎えていることを熱烈に祝う。歴史の試練を乗り越えた両国関係を両国人民の願いと利益に即して発展させ、地域の平和と繁栄に尽くす上で、尊敬する金正恩総書記と引き続き協力するものと確信する。尊敬する金正恩総書記と家庭の健康幸福を祈り、活動での成果と朝鮮人民に発展と繁栄があることを祈ると述べています。太陽節を迎えて15日、敬愛する金正恩総書記に、反帝民族民主戦線から祝賀の手紙が寄せられました。手紙は、偉大な金日成主席が父の太陽に昇った1912年4月15日は、大国追従と恥辱まみれの民族受難の歴史に終止符を打ち、自主と尊厳で輝く新しい朝鮮のスタートを告げる民族史に輝く開運の日で、世界の自主時代の黎明が明けた世界的な出来事の日だった。朝鮮民族の聖なる都である平壌の万元殿に端を発し、民族の聖なる山白頭山で切り開かれた主席の革命業は、天が授けた白頭の名称である偉大な金正恩国防委員長によって固く守られ、一層力強く前進してきた。今日、また一人の天が授けた偉人である金正恩国務委員長の正しい指導のもと、最盛期を迎えている。世人が称えてやまない金正恩国務委員長の偉人の風格に、世紀を継いで傑出した指導者をいただいて初めて、
国と民族の尊厳と栄光が輝くということを鉄の真理に受け止めた南側の愛国的な民衆は、国務委員長だけを固く信じ、民族自主異業を成功一路へと加速化する一年に燃えている。南側の前衛投資と各階層の愛国的な民衆の切々たる願いを込めて、民族の三千たる太陽で全ての勝利と栄光のシンボルである金正恩国務委員長の健康を心から祈ると述べています。敬愛する金正恩総書記に大日本朝鮮人総連合会から15日祝賀の手紙が寄せられました。手紙は、総連の活動家と在日朝鮮人の皆は太陽節に際して熱い忠誠の思いを込めて、偉大な金正恩主席に最も崇高な敬意を表し、主席と国防委員長が切り開き導いてきた土の異業と総連の愛国委員を勝利一路へと導く敬愛する金正恩総書記に最大の栄光と最も熱烈な祝賀を送る。偉大な金正恩主席の尊い生涯は、秦剛羅思想理論と秀でたリーダーシップ、巨大な革命実践と崇高な移民献身で、国と人民、時代と革命に不滅の業績を残した最も傑出した指導者、世に稀な愛国者の輝かしい一生だった。金正恩主席が切り開き、金正恩国防委員長が変わりなく継承発展させてきた土の異業と在日朝鮮人運動は、今日金正恩総書記の指導のもと世紀を継いで勝利一路をたどっている。栄えある国朝鮮民主主義人民共和国創建75周年と、偉大な祖国解放戦争勝利70周年になるめでたい年の太陽節を迎えた総連の活動家と在日朝鮮人の皆は、金正恩主席と金正恩国防委員長を永遠に高くいただき、金正恩総書記が歴史的な書簡と新年の祝電で与えた綱領となる課題を互えず実行する決意に満ちている、こう述べ、金正恩総書記の健康を祈る言葉で結んでいます。敬愛する金正恩総書記に大中国朝鮮人総連合会から15日祝賀の手紙が寄せられました。手紙は、偉大な金正恩主席が誕生した父一年1912年4月15日は、5000年の民族史上初めて父の三千たる太陽が昇った朝鮮民族の大幸運の日で、世界の進歩的な人々の行く手に自主時代の黎明が受けた歴史的な日だ。金正恩主席の栄えある革命歴史は、父の革命業の継承完成を必須の使命とした偉大な金正恩国防委員長の高潔な忠誠と非凡な導きによって変わりなく続き、今日天下一の偉人である敬愛する金正恩総書記を高くいただいて、聖なる太陽の歴史に輝いている。不正種の偉人たちの大いなる信頼と愛情の中で暮らしてきた大中国朝鮮人たちは、総書記さえいればこの世に何も恐れるものがなく、ひたすら総書記を固く信じて従う道に全ての栄光と幸福があるという信念と意志を一層固めている。金正恩総書記の健康を心から祈ると述べています。太陽節に際して敬愛する金正恩総書記に、中朝シリアアラブ共和国大使館から花籠が贈られました。14日シリアアラブ共和国臨時代理大使が関係者に花籠を手渡しました。またこの日、金正恩総書記にロシア連邦共産党イルクーツク州支部委員会のサルゲイ・レプチェンコ第一書記から花籠が贈られました。偉大な金正恩主席の生誕111周年を迎え、ブロックシート1種と切手4種の新切手が出ました。偉大な金正恩主席の生誕111周年に際して、万世農家の偉大な金正恩主席と偉大な金正恩国防委員長の銅像に各国から花籠が贈られました。花籠を贈ったのは、アンゴラ解放人民運動、ドイツ判定フォーラム、朝鮮民主主義人民共和国との国際連帯グループのドイツ支部、アジア地域土思想研究所、欧州地域土思想研究会、
アフリカ地域土思想研究委員会、中南米土思想研究所、そしてアルジェリア民族解放戦線アブエル・ファドル・バージ書記長、イタリア国際グループのジャンカルロ・エリアバロリ理事長、赤道ギニア民主党全国理事会のロレンソ・エド・モンスイ・アンゲさん、赤道ギニアのルフィノ・ヌドン・エソノ・ヌチャマ文化工芸産業促進省、国家行事総局のトロメオ・ミコ・ヌシビ・アンゴの副総局長、元大統領の息子であるフランシスコ・ヌスエ・マシアス・ヌゲマさんです。14日、花冠は主席と国防委員長の銅像に捧げられました。13日、革命歴史写真文献社の創立50周年記念の集いがありました。朝鮮労働党中央委員会リ・イルハン書記と革命歴史写真文献社の記者、編集員、従業員が集いに参加しました。革命歴史写真文献社の記者、編集員と従業員に送る朝鮮労働党中央委員会の祝賀文をリ書記が読み上げました。祝賀文は、朝鮮革命の新たな発展段階の要請に即して、主治62年、1973年4月14日に創立された革命歴史写真文献社は、この50年間、不正室の偉人たちの革命活動の歴史を収めた写真を最高のレベルで作り、指導者の尊い生涯と不滅の業績を末永く伝え、朝鮮革命の名脈である忠誠の伝統をしっかり引き継ぐ上で際立つ貢献をした。革命歴史写真文献社の誇らしい沿革に最も輝くページを記したこの10年間は、発展の新たな理定表を立てた転換の年代記だったと述べています。集いでは、リ・ウォンチョン社長の記念演説に次いで発言がありました。社会主義祖国の繁栄に尽くす愛国心と熱い母性愛で多くの幸運で立派に育てている女性を表彰することについての朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会の政令が発表されました。政令によりますと、朝鮮民主主義人民共和国労働英雄の称号が土と鎌の金メダルと国旗勲章第1級とともに大孫国さんのほか2人に、労働勲章が6人に、国旗勲章第2級が138人に、国旗勲章第3級が507人に、功労メダルが2917人に授けられました。太陽節に際して、キム・イルソン青年栄誉賞とキム・イルソン少年栄誉賞が、模範的な初級及び文初級青年同盟委員会と青年同盟の活動家、青年同盟員、少年団員に授けられました。朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会の政令により、青年同盟の活動と社会主義建設、学習と組織生活で模範的な21の初級及び文初級青年同盟委員会と27人の青年同盟の活動家、青年同盟員に、キム・イルソン青年栄誉賞が授けられました。また、学習と少年団組織生活、社会政治活動と良いことをする運動で模範的な94人の少年団員に、キム・イルソン少年栄誉賞が授けられました。偉大なキム・イルソン主席の生誕111周年記念、全国職業同盟員の弁論大会、農業勤労者同盟員と農業勤労者の弁論大会、女性同盟員の弁論大会が13日それぞれ行われました。職業総同盟中央委員会パク・インチョル委員長、女性同盟中央委員会キム・ジュンスン委員長、勤労者団体の活動家と同盟員、農業勤労者、女性同盟員がこれに参加しました。出演した人たちは、自主、自立、自衛で強力な社会主義の国を打ち立て、時代と革命に不滅の業績を残した偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル国防委員長の尊い生涯と、不正室の偉人たちの百科全書的な革命遺産をあくまで輝かせている
敬愛する金正恩総書記の偉人の品格を熱く称えました。偉大な金日成主席の生誕111周年を迎え、主席の人徳を語る青年学生の集いが13日万元で革命史跡地でありました。社会主義愛国青年同盟中央委員会文中委員長、青年同盟の活動家、青年学生がこれに参加しました。集いで発言した人たちは、国の繁栄と人民の幸せのために、次の世代の明るい未来のために全てを尽くした主席の業績について述べました。労働新聞15日付に、民族一番の祝日、人類の革命的祝日である太陽節に際して、偉大な金日成主席の子孫らしく父の祖孫の尊厳を限りなく輝かそうと題した社説が載りました。以上でこの時間のニュースを終わります。オーユンスク、カンソニがお伝えしました。こちらは祖孫の声放送です。不滅の花、金日成歌。神秘なまでに美しいローズピンク色の姿、花房ごとに精神の気が感じられる太陽の花、金日成歌。金日成歌がこの世に生まれたのは60年近く前のことです。父54年1965年4月、偉大な金日成主席がインドネシアを訪問しました。4月13日、スカルノ大統領は主席をボゴール植物園に案内しました。歴史が長く世界的にも有名なボゴール植物園には、ランカ植物をはじめ熱帯の珍しい花々が咲き誇り、世界フラワー博覧会を申しました。この日、スカルノ大統領は主席に植物園の有名な学者が長年の苦心の研究の末に育種したランカ系統の美しい花を見せました。主席は花がとても綺麗だとし、素晴らしい花を見せてくれたことに謝意を表しました。その時、スカルノ大統領はこの花に主席の名をつけてほしいと言いました。主席は遠慮しましたが、スカルノ大統領は、金日成主席は世界人民のために多くのことをしたから、当然高い栄光に臆すべきだとし、自分の意思を翻そうとしませんでした。その後もスカルノ大統領は花の名を金日成歌にしたい意向を何度も表しました。こうして世界史上初めて偉人の名を冠した不滅の花、金日成歌が生まれました。中央植物園金日成歌作業班のリージョンヒ班長のお話です。金日成歌は蘭族과에속하는요르의살이열대식물입니다。金日成歌は蘭科に属する多年草の熱帯植物です。茎の高さは30ないし70センチメートルで、葉の形は細長い帯状になっています。花は3ないし15の花房が相乗果樹をなして100日間ほど咲きます。花の直径は7ないし8センチメートルで、濃いローズピンク色です。金日成歌は父71年1982年4月に学会に正式に学名で登録されて、世界園芸会が認める有名な花に、世界最初の偉人称賛の花として広く知られるようになりました。金日成歌は世界園芸博覧会国際フラワー展で多くの賞状とカップなどを授かりました。不滅の花、金日成歌は不正室の偉人を警護する世界人民の心とともに、世界一の有名な花として咲き誇るでしょう。不滅の花、金日成歌についてお話ししました。新しい制服姿の生徒たちとともに、学生に制服を着せるのは共和国の永遠の国策です。
振り返れば、共和国の歴史は次の世代のためのことを重要な国策とし、その実現のため全てを尽くしてきた歴史だと言えます。偉大なキム・イルソン主席は共和国政府の全ての活動を次の世代のためのことに徹底させ、制服を国が責任を持って供給することを党と国家の政策に示しました。こうして規定66年、1977年4月、幼稚園から大学に至る国中の子どもと生徒学生に一斉に新しい制服と学用品が供給されました。その4月のある日、主席は新しい制服姿の生徒たちが見たくて、当時の平安南道安住市の四分中学校を訪れました。新しい制服を着て喜びいっぱいの生徒と優しく話を交わし、服が体に合うか、そして靴はと腰を曲げてその先まで押してみた主席は、私よりも紳士だなぁと大きく笑いました。そして写真を撮ってあげる、撮った写真を一枚ずつ持ち帰ると言ってカメラを手にしました。長時間にかけて写真を撮った主席は、私の60年の生涯で嬉しい日は数えるほどだが、今日のように嬉しい日は初めてだ、本当に私の気持ちがこれほど楽しいのは初めてだとし、生徒たちからなかなか目を離せませんでした。このように主席は子どもたちを一番愛し、国の王様と呼びました。後日主席が執筆した回顧録世紀とともにには、次のような下りがあります。人民のために被る国家の損失は損失とは言えない。人民の福祉のためにより多くの資金が支出されるほど、我が党はより大きな喜びを感じ、次の世代のためにより大きな損失を被るほど、国家はより大きな満足を覚えるのである。あれから何の総額が流れました。でも次の世代を重んじる祖孫労働党の恩返は今も続いています。新しい制服姿の生徒たちと共に、高台氏とお話ししました。